カチューシャアルペシンは2019年まで存在した自転車ロードレースの UCI ワールドチーム。使用機材は2010年まではリドレー2011年よりフォーカス2012年よりキャニオン。2007年から2008年にかけてイタリアを本拠地として活動していたティンコフクレジットシステムプロフェッショナルサイクリングチームが新たにロシアの大企業3社と スポンサー契約を締結し、発展解消する形で発足。推定1500万ユーロといわれる、潤沢な資金を投入して、ロビー・マキュアン、フィリッポ・ポッツァートといった、一流選手や、ウラディミール・カルペツ、セルゲイ・イワノフなどロシアの有力選手を多数、獲得した。チームのデビュー戦となった、ツアーダウンアンダー前日のダウンアンダークラシックで、マキュアンが優勝。 さらに春のクラシックにおいてもイワノフがアムステルゴールドレースで優勝、ポッツャートがパリ・ルーベで2位に入るなどの活躍を見せた。しかし5月に入ってクリスティアン・ファンベルガー、さらに6月にはアントニオ・コロムと所属選手のドーピングが相次いで発覚、ツールド・フランス出場メンバーを大幅に変更せざるを得なくなった。さらにこれに伴って新たに契約に追加した。 ドーピングが発覚した場合、年俸の5倍の罰金を科すという条項へのサインを拒否したヘルトステイフマンスなど一部選手との契約を解除するなどチームは揺れに揺れた。このような状況で出場したツールでは岩野府がステージ1勝を挙げたが、ドーピングを咎められる形で、ブエルター・エスパーニャは UCI プロチーム中唯一除外されるという浮き目に合っている。 新加入のホワキンド・ドドリギスが、カタルーニャ一周での総合優勝を皮切りにツールド、フランスで、ステージ一勝、総合8位、ブエルター・エスパーニャでもステージ一勝、総合4位に入るなど年間を通して活躍、UCI ワールドランキングチャンピオンに輝いた。この他にもジロでイタリアにおいて、エフゲニー・ペトロフとポッツァートが2日連続で、ステージ優勝を上げるなどの活躍を見せている。 クリテリウムデュドフィネイテのステージ2勝や、ブエルター・ブルゴスでの総合優勝で、ホワキン・ドドリゲスは、チームのエースとして活躍。ブエルター・エスパーニャでは、ホワキン・ドドリゲスが、ステージ2勝、ダニエル・モレノが1勝を挙げる。ジロでイタリアでの総合ポイント賞及び、ステージ2勝、ブエルター・エスパーニャで、ステージ3勝などと活躍したホワキンド・ドリゲスが、年間、 UCI ワールドランキングチャンピオンに輝く。また、チームとしても UCI ワールドツアーの2位につけるも、シーズン終了後、チームは UCI ワールドツアーのライセンスを剥奪されてしまう。チームはこれを、スポーツ仲裁裁判所に訴え、2013年2月15日、CAS がカチューシャのライセンスを認める裁定を下し、チームカチューシャは2013年における。 UCI ワールドツアーのライセンスを得ることに成功した。来期からアルペシン社がスポンサーとして参加し、カチューシャアルペシンとしての活動が発表された。これにより、チームの本拠地はスイスへと移される。2020年から、イスラエルスタートイコールアップネーションに UCI ワールドライセンスを上と、チームは解散し、既存のチームメンバーやチーム役員は吸収または、 他のチームなどに移籍した。2019年6月13日更新、大型スポンサーで新たなチームカラーチームカチューシャ、アルペシン2017年シーズン展望ダッシュ CYCLIST.SANSPO.com、ハットチームカツシャアルパシン2019、キッテル、ザカリンの共闘で、ツールの主役へカチューシャアルペシン2018年シーズン、展望。 2018年4月5日11時30分閲覧チームカチューシャ公式サイトありがとうございます。